ジングルベー、ジングルベー、鈴が鳴る。2000人切ってますね。なら賞がありません。賞がありませんじゃねえ？え？この前まで2009人とか言ってたじゃん。ほぼアンチだったじゃん。価値観だったじゃん。なんで？どうしてそこから10人以上にリムられてんの？秒で消えた迫力郎に何か恨みでもあんの？私に何か恨みでもあんの？私何か悪いことした？何もしてなかったからじゃないですかね。何もしてなかったのは主だわ。ええ？いえ、ゆり子様のことじゃありません。いい？私はクリスマスも兼ねてこうやって準備してたんだよ。主だってもっと何かできることあったでしょ。クリスマスも終わってます。やかましい。マスターにだって都合というものがあるんです。何そのちょっとかっこいい呼び方。お前やつの何なの？いろいろと忙しいんです。第一、ここにモチベーションが足りないってちゃんと書いてありますよね。読めますか？まさか横文字わっかりませんとか言わないですよね。にもかかわらずこうやって続けてくれているんです。そういう細かいところへの配慮ができなかったハンレイちゃんにも落ち度があるとは思いませんか？私が本体だっつってんの。ほら、ゆり子様も久しぶりの出番なんですから、バシッと言ってやってください。私霊体だから、そんなことしたらこの世から消されちゃう。どんだけこいつのことを恐れてるんですか？よむー、私と一緒に地獄に行こうぜ。お前はまたどっから出てきてんだ、こんの野郎。知らないわ、そんなこと。でも今は地獄に引っ張られてて、道連れくらいしかできることがないんだよ。私じゃなくてこいつらを連れてけ。ヨウム、少しは人の話を聞かなきゃダメよ。私は霊体なの。さっきちゃんと口にしたはずよ。その意味を理解しなさい。霊体ならちょうどいいじゃん。私に地獄へ落ちろというの。さっきまで弱気だったのに、急に強者感出すのやめてください。地獄に落ちるなら生身に限ります。てめえは黙ってろ。そういうわけで一緒に地獄に落ちようね、本体ちゃん。てめえはそんなキャラだったっけ？理不尽に死にすぎて頭のネジが取れちゃったんですよ、きっと。お前らがそんなだから外れちゃったんじゃないの？あ、ちょっと。え？本当にこのまま道連れなの？私の今年こんなんで終わりなの？ちょ、誰か、誰かの悲鳴が聞こえた気がする。もしかして異変？クリスマスだったからね。そこかしこで爆破テロが起きてるんだから、悲鳴の一つや二つ聞こえてもおかしくないわ。それもそうね。爆破テロなら異変ととっても差し支えないような。ケーキ食べたら触媒を改良しなきゃね。パチュリー様、年末年始は何かと慌ただしくなるでしょう。ですので爆発要素は避けるようお願いします。今年も一年お世話になりました。来年も何卒よろしくお願いします。